小林真由 JBIC。 吉田さゆみ AC 一宮。第4年生第1組スタートしました。第2年小山さん水戸学園、4年は吉田さん AC 一宮、6年は木下さん AC 一宮、7年近藤さん岩川大学、8年は水戸さん日本大学です。4年は吉田さん AC 一宮、第5レーン竹石好美東方銀行。第4レーン大島愛理中央大学。
注目東大阪大学川田彩香3年生、真っ赤なユニフォーム。8人で争われます女子 400m 決勝、注目の川田彩香は第6レーンです。さあ今スタートしました。川田がやはり序盤から伸びてきていますね。なかなかいい走りしてますね。はい、今画面、左から4番目この川田です。川田が今バックストレートに入りました。川田が伸びる。そして大西もいいですね。東大阪大学1年生、そして川田が今先頭です。さあ第3コーナーに入ります。川田が先頭、川田が前に出てきました。東大阪大大西もいい。さあ川田が先頭でこれより第4コーナーに差し掛かります。川田が先頭、こちら真っ赤なユニフォーム川田です。さあ川田が最後の直線に入ってきました。川田が先頭ぶっちぎっています。川田が先頭、川田が先頭、そしてその後続くのは立命館の南、川田、そして立命館の南、しかしその1位と2位の差は歴然。川田が今1位で優勝。川田彩香、これでこの関西インカレ 400m3 連覇ということになりました。東大阪大学、この真っ赤なユニフォーム川田彩香が今年もこの 400m で優勝を果たしました。圧倒的な差。